皆さんからリクエストを寄せられたアンケートについて、10代から80代までの3000人に調査した結果をまとめました。今回は好きじゃない女性歌手は誰？という内容です。では早速見ていきましょう。40位はリサ。みんなの意見はこちら。昔は好きだったが、高い声が出なくなったので好きではなくなったです。声が細く尖っているので聞いていて心地よくないからです。深い声の方が好きです。39位はミレイ。みんなの意見はこちら。鼻にかかったような特徴的な歌声が苦手です。オリンピックで歌ったりと業界の人にご利用しされていますが、一体何がそんなにいいのか分かりません。38位はユキ。みんなの意見はこちら。声が好きじゃない。独特な世界観を持っている。私可愛いというアピール感も好きではない。男に媚びるのが好きなタイプの女性が好んでカラオケで歌ってたイメージ。56人の女性でカラオケに行くと大抵一人は歌うが、その女も好きじゃないタイプが多いから。37位は彩香。みんなの意見はこちら。声質があまり好みではないので曲を自分から聞きたいと思わないです。母がこの人を嫌いなのでその影響もあります。36位は安室奈美恵。みんなの意見はこちら。ビジュアルは可愛いし、服装やメイクなど憧れる女性が多かったのでカリスマ性は認めるけど歌声が生理的に受け付けない。35位は越智志帆。スーパーフライ。みんなの意見はこちら。曲調がどれも同じように聞こえる。無意識に鼻歌などで歌っていたらよく曲が混ざることがあったり、高音の歌声がちょっと耳障りで自分の体調や精神が健康な時ならいいけど、そうでなければ少しうるさく聞こえ不愉快になる。34位は倉木麻衣。みんなの意見はこちら。第一印象が宇多田ヒカルが流行った直後で、宇多田ヒカル2番煎じみたいなイメージがあるので良い歌を歌っても所詮2番煎じじゃんと思ってしまう。33位はメイジェ。みんなの意見はこちら。代表曲が好きではないから独特の声や節の付け方が好みではない。時代もあまり合わないのでカラオケカバーの印象しかなく、せっかくうまいのに残念な感じがしてましたし、テレビももうあまり出ることもなく、アナ雪でもう終わったのかな、消えたのかと思っていました。すごく嫌いなわけではないですが、ビジュアル的にも鼻につく。32位は幾田りら。いくら。みんなの意見はこちら。優等生という感じでつまらないなと思います。音程を正しく発することができるだけで、別にそんなに心を揺さぶるような歌ではない気がします。歌が上手いと言われているが、細かいふわりや高低差への対応がボーカロイド的に感じてしまい、人間味が伝わってこないと思ってしまうので。31位は今井美樹。みんなの意見はこちら。山下久美子の旦那さん布袋寅泰を通ったろくでもない女という印象。優しそうだがやることはひどい。歌手という以前に人として嫌い。不倫して略奪したイメージが強すぎて曲が入ってこないので、歌手としても人としても失格なのではと思ってしまう。30位は小林幸子。みんなの意見はこちら。小林幸子の歌声やパフォーマンスが個性的で、一部の人には好みが分かれるかもしれません。また彼女の楽曲が耳に残るという特徴が一部の人には好まれない場合もあります。 NHK 紅白に出ていた時の1億とも言われた衣装にマジで憤りを感じていた。年にたった1回のために1億も使うなんて開いた口が塞がらなかった。そんなに無駄金使うなら恵まれない子供たちにでも寄付してやれよと思う。29位は森高千里。みんなの意見はこちら。良くも悪くも目立つ存在であり、歌唱力があるように感じていたが、最近の若い女性素人を含めはあのくらいの歌唱力があると思う。また格好やメイクがすでに似合っていないと思う。年齢に見合った衣装活動をしてくれれば嬉しい。テレビでしか見ないが、いつまでもミニスカートを履いて歌ったりしていて痛々しい。昔の曲をひたすら引きずって歌っているイメージ。いつまでも若い頃の歌を歌っている。28位は水樹奈が。みんなの意見はこちら。私の聴くジャンルと違うのでちゃんと聞いたことすらない。聴こうと思ったこともないのでこれからも聴かないと思う。歌唱力も高く人気のあるアーティストさんだとは思いますが、歌が上手い以外のイメージがあまりないからです。27位は中島みゆき。みんなの意見はこちら。歌は上手いけど見ていてちょっと怖いから、聴いていて楽しくなったりその人の世界観が好きじゃないとじっくり聴きたいとは思わないからです。人柄や雰囲気も好きになれないとなかなか自分の好きなアーティストにならないからです。歌声が個人的に好みではないです。とてもファンも多く人気があるとは思いますが、単純に好みじゃない歌声です。26位は中島美嘉。みんなの意見はこちら。ちょっと不健康そうなところがあまり好きではないし心配になる。魅力的ではないと思う。アイメイクもすごいやりすぎなんじゃないか。
体調を崩して音程取れなくなった時は弾くに耐えなかった。もっと健康になってほしい。デビュー当時の透明感ある感じの頃は好きでした。でも最近はなんか変な薬でもやっているかのような雰囲気で怖いです。顔も単に年齢を重ねただけではないような変貌っぷりで痛々しく見えます。キャラ変なのかもしれませんが失敗です。元に戻してほしいです。25位は宇多田ヒカル。みんなの意見はこちら。ボーカリストなのか作家なのかミュージシャンとしての立ち位置がよくわからない状態になってきました。テレビ出演での衣装も意味不明な印象です。大物感は演出しているのかもしれませんが凄さを感じられないです。自分は喘息持ちで呼吸が浅くなりがちなのだけど宇多田ヒカルさんの歌い方を聞いていると独特な息遣いで息苦しい感じがしてきてしまう。そういう歌い方のスタイルで個性だというのは分かっているので自分はあまり聞かないようにしている。歌唱力があるとは全く思えない。楽曲を作る実力があるならば表に出ずにそちらに専念して素晴らしい楽曲を多くのアーティストに提供してほしい。何か勘違いをなさっているようで逆にもったいないと思います。適材適所は大切です。24位は工藤静香。みんなの意見はこちら。風貌に品位がなく歌も特別うまいとも思わないし彼女の描く油絵も全然いいと思わない。どこにも魅力を感じないから昔から歌がうまくはないと思っていました。元がアイドルだから下手でも良かったんだろうと思う今は歌ってないのでいいんじゃないですか。昔からとても美人とは言えず歌唱力もそれほど高くないのに歌番組によく出ていて周りからチヤホヤされている感じがどうも好きになれません。最近では画像を加工して足を長く見せたりして自己顕示欲が強いのかなとかわいそうになります。23位は広瀬香美。みんなの意見はこちら。昔は良いアーティストだと思ってたけど最近は何か歌い方がおかしくなってしまいとても耳障りな歌にしか聞こえない。本人は今がベストだと思ってるのかもしれないけど昔の方が良かったと思います。整形したようで顔つきが変わってしまったからです。整形は自己満足だからそれはそれで良いのでしょうけど私は元の方が好きでした。芸能界に入ると周囲が美男美女ばかりだから普通でいることが耐えられなくなってしまったのかななどと想像します。小さい頃から作詞作曲ができていたと高く評価されていたようだがロマンスの神様とあと数曲くらいしか売れてなくて一発屋に近い感じその程度なのに最近動画などでちょくちょく出しゃばっていろいろ出演しているが話し方とかが鼻について気に障る。22位は土屋アンナ。みんなの意見はこちら。アーティストというよりタレントさんといった印象です。荒々しい感じのするお人柄があまり好きになれません。下品な感じがするから男にだらしなさそうなイメージがある。歌を歌っているのでしょうがヒット曲も特に知らないから歌がというよりいでたちが趣味でないちょっとおべぼんというかバスエノバーのママ的なイメージがあり歌がちゃんと聞こえてこない。21位はあいみょん。みんなの意見はこちら。歌はとても素晴らしいと思います。でもどうしても気になるのがお名前。普通に本名ではダメなのかしらと見かけるたびについつい思ってしまいます。曲の購入は iTunes ストアでそこで名前は何度か目にしています。試し聞きも何度かして自分のミュージックを確認しましたら1曲買ってましたけど iPhone などのデバイスからは消してます。好きな人には悪いんですが多分名前が嫌いだと思います。妙な名前で歌唱力や曲のインパクトが比例してないと個人的に思ってしまっているからそうだと思います。代表曲マリーゴールドなどコードがカノン進行となっており使い古された進行なため目新しさを感じない。上記の理由より聴いても音楽的な面白みを感じない。聴いていると昔のカノン進行の曲の方が聴きたくなってしまう。何回か曲を聴いたり YouTube を聴いたのですが歌詞が心に響きませんでした。同じような声で曲も同じような感じなので何を聴いているのか分かりにくくサビの部分でやっとあの曲かと思うくらいです。数年後に聴いたらいい曲に聞こえるかもしれません。20位は吉田美和。みんなの意見はこちら。感情移入がすごすぎて悲しい歌なんかはちょっと気分が悪くなります。いい歌で昔はよく聴いていましたが最近は聴けなくなりました。以前はファンクラブ会員でした。会員限定で聴ける音声メッセージで思いっきりぶりっこして話しており背筋ゾッとした。大会しました。良い年なのにぶりっこして気持ち悪い。何かの検証で当たってライブ行ったんだけどまあファンの怖いこと教祖様扱い当人は歌うというか煽りと規制ばっかりでうるさいうるさい。途中退場しました。とにかくうざい。歌詞がそもそも世の中知った気になって生きってる感じ全開で聞いてて恥ずかしい。
歌も下手、言葉へのリスペクトが足らない。19位は松田聖子。みんなの意見はこちら。松田聖子さんが若い頃顔が可愛く歌唱力があり声も好きでしたが、最近の聖子さんの歌や歌声はあまり好みではないと感じたため選択しました。顔が変わりすぎて誰かわからなくなっているような印象を受けます。昔からのファンの方はそれでもいいのか聞いてみたいですね。あと離婚を繰り返したりして世間一般的にはいいイメージを抱いてる人はそんなにいないんじゃないでしょうか。デビュー当初は綺麗な人だなと歌だけでなく見た目も好きでした。ですがどんどんと質疑が立つにつれ綺麗というより作り物のようないびつさというか怖さを感じるようになりました。自然な年の取り方ではないような感じが好きになれません。過去の神田正輝との離婚あたりからマスコミでのイメージなのかプロデュース方法なのか人間性に嫌悪感を非常に感じる。娘の神田沙也加との関係性とかアメリカ進出だとか再婚離婚再再婚発表が全て商業的すぎて鼻につく。18位はミーシャ。みんなの意見はこちら。大人気アーティストではありますが自分にとってはどうも曲調があまり馴染める感じがしないので魅力を感じないです。声質があまり好みではなくて歌唱力が高いのはわかるのですがあまり自発的に聴こうという気になりません。評価されているほどには良さを感じられていません。とにかく苦手で何を言っているのかわからず嫌いです。やけに大物ぶってるのもすごく嫌な感じです。 AP バンクでの曲が残念でした。歌は本当に心からお上手だと思いますし良い曲も多いのですがあくまでも個人的には心に響いてこないものがあります。それは前から変わらないです。そのため CD などお金を支払ってミーシャさんの音楽を聴いた経験がありません。人によって評価は分かれると思うが私はあまり好きではない。好きな人たちには受ける服装なのだろうがファンでない人たちからすると良いとは思えないキャラであると思う。個性の強さを感じない部分もあまり評価ができない。17位は加藤ミリア。みんなの意見はこちら。重たい曲が多いから聴いていてちょっとしんどいなと思う曲があるから似たような曲が多いからカラオケで歌いにくいから暗くて少し激しい感じの曲の印象があることと私自身がバラードが好きで速いテンポの曲や歌詞が好きではないからです。中毒性のある曲調を作るのが得意で面白いとは思う。しかし歌声が個人的に好きではない。好きな人はハマるのだろうが歌詞もあまり感情移入できない。歌詞に共感できないし見た目もおしゃれだとは思えない。他にいくらでもいいアーティストがいる。私が好きじゃないからかもしれませんがあまり需要のない歌手さんだと思います。実際彼女のファンですという人に会ったことがありません。16位は松任谷由実。みんなの意見はこちら。テレビ番組などで大物扱いされるが最近の曲はあまり良くない。取り巻きなど体勢用意して歌姫感を自ら出そうとしている感が強い。もっと歌で勝負してもらいたい。昔は好きだったがある時から声が出なくなったので好きではなくなった。年を取ると特に高い声が出なくなる。業界はこの人を押さないと死ぬのってぐらいメディアが特別扱いしてるのが気持ち悪いです。この人のメロディーは既存曲に似ているものばかり。オリジナリティを感じない作品。一例として荒井由実時代を含むいくつもの作品はバッハのメロディーだということにクラシック音楽を知ってる人は気づいてると思います。とにかく性格が悪い。金持ちしか友達にならないと言っていたり貧乏フォークは大嫌いとも言っていた。歌もあまり好きじゃないけどそういう人柄が好きになれない。15位は大塚愛。みんなの意見はこちら。歌唱力があるとは思えずやはり見た目で売れた部類の人だと思うのでなかなか好きにはなれないですね。歌で勝負してほしいですね。ご本人をというよりはご本人の歌う楽曲があまり自分の好みではないというだけです。歌詞の内容や曲調など全く共感できないのでキンキンとした高い声がただただ不快です。ご本人が書いたであろう歌詞や曲名も幼稚であまり受け入れられないですし歌が特別上手いわけでもないし彼女の関西弁だけは生理的に受け付けられないレベルで無理です。声質が苦手、歌い方がベタッとしているところが嫌いです。作詞作曲は悪くないもしくはノリのいい曲だと思うものもありますが本人が苦手なので好きに変えようがないと思います。デビューした時からなので今後も変わる予定はありません。まず直感として曲があまり好きではないです。現在でもたまにメディアで拝見しますが歌が上手いとは正直思えないです。女性に人気はあるようでカラオケでもよく歌われるようですが正直あまり好きではないです。14位は愛子。みんなの意見はこちら。とにかく顔が受け付けないし歌詞が可愛いとよく囃し立てられているが年相応の歌を歌ってほしい。
声もあまり好きではないから、90年代の頃の曲はとても良かったけど、最近は似たり、寄ったりの同じようなテンポの曲でつまらない。音楽番組でたまに出てるけど、見ていて眠くなる。超人気アーティストであることは分かっていますが、やはり曲が単調で聴いていて乗ってこないということがあります。恋愛ソングばかりで聴いていても、あまり面白くもない感動もないし、どの曲も似たり、寄ったりで同じ曲に聞こえるので、曲作りが理論的ではないのか、よく似た曲が多いと思います。また、節回しのパターンが少ないことも、同じような曲に感じる理由だと思います。正直、飽きてきたということでしょうね。出している楽曲が、気だるい感じの女子の感想ばかりを歌ったものばかり、こうでしょと言わんばかりの歌詞を似たような曲調に合わせて歌っているだけ、支持を女子から受けていますと、言わんばかりの態度も目立つし、好きになれない。13位は、華原朋美。みんなの意見はこちら。薬物をやっていたのに、しれっと復帰しているから、昔と大きく変わってしまったように感じるので、あまり好きではありません。歌声はとてもいいと思うし、歌手としては素質はあると思うが、バラエティなどに出てる暴露キャラっぽいところが、残念に感じます。人気絶頂時の歌も、個人的にはぶりっ子に聞こえていたため、どれも同じに聞こえていたので、好きにはならなかったです。本当にそう思っているわけではありませんが、あえて選ぶならこの方でしょうか。今は頑張っててすごいなぁというイメージですが、若い頃は特に歌がズバ抜けて、うまいと思わなかったので、昔はかっこよかったけど、今はバラエティに出て、ちょっと違うイメージになりすぎて寂しいです。テレビで見ると、少し辛い気持ちになるけど、頑張ってほしいです。歌声は綺麗でうまいと感じるが、精神的に不安定なところが、たまに出演するテレビでの言動や行動に現れており、見てるこちらまで不安に感じてしまうので。12位は鬼塚千尋。みんなの意見はこちら。ドラマトリックの主題歌で有名になった鬼塚千尋さんですが、ご友人を救助に駆けつけた救急車を蹴ったというニュースを目にしました。そのニュースで久しぶりにお姿を拝見したのですが、以前とは雰囲気が全然違い、とてもショックを感じました。月光は当時かなり流行ったのでかなり耳にしておりましたが、私が知っている曲が全体的に暗く、彼女の声質もあまり好きではないため、候補に挙げられたミュージシャンの中ではあまり自分好みではありませんでした。救急車を蹴ったという事件で一気に好感度が下がりました。41歳にもなって腹が立ったからといって物に当たるのはどうかと思います。しかも救急車をへこませるとはありえません。アルコールも飲んでいなかったということで、元の性格を疑ってしまいます。月光など独特の世界観の楽曲が魅力的な鬼塚千尋さんですが、今回の逮捕事件でショックを受けました。特集を見た時、タトゥーを落ちていたり話す内容など、自由さが日本人アーティストにはなかなかいない存在だったので、とても惜しく思うし、好きではなくなりました。学生の頃、よく聴いていて、カラオケなどでもよく歌っていたアーティストさんです。とても良いメロディーと歌詞で気に入っていましたが、少しずつ雰囲気が変わってしまって、最近のニュースを見て少し苦手になりました。メンヘラな感じがします。私生活での素行があまりに目立つと、歌の世界観が壊れてしまって台無し。歌が大好きだったのに、残念です。歌の世界観が逆にメンヘラだから、こんな歌詞になるのかなと思ってしまいます。でも、歌は素敵だと思います。11位は西野カナ。みんなの意見はこちら。休業されているが、どの歌も良い曲ばかりで聴きたくなる。声が高くて、とても綺麗で、唯一無二だと思います。女の子の気持ちを代弁した歌詞が素敵。見た目はそれほど嫌いではないですが、会いたいという歌詞が多すぎて、全部同じような曲に聞こえます。また、トリセツという曲で、自分勝手な性格の歌を聴いていると、不快になります。歌詞もめめしいものばかりなイメージがあり、聞きたいとはなりません。歌声もあまり響くものがなく、もっと聞きたいとは思わないからです。一時期、いろんなところで曲が流れていたけど、全くうまいと思わなかった。なんで、こんな下手な人が売れていたのか、わからない。今は活動してないので、別にいいけどね。自分が男性のため、歌詞などが女性目線の歌を歌っているところがあまり共感しないため、あまり好きではないです。歌の内容が理解できなくて苦手です。さっぱり歌っていますが、女の私が聞いてもちょっとイラッとします。共感できるという女子が多いことも残念です。10位は椎名林檎。みんなの意見はこちら。もういい年だと思うけど、いつまでも甘ったるい声でこびているような歌い方をするところが嫌い。男にはウケるだろう。最初の頃は面白いアーティストが出てきたなと感じていたが、途中から右翼化したイメージがあって印象が悪くなりました。見た目や雰囲気はとても綺麗だと思うのだが、単純に曲の良さがわからない。どういう時に聴いたら良いかわからない曲が多い。デビュー時期ぐらいから知っているが、 CD の売り上げが毎回ランキングしているから聴いたりしたこともあるが、自分には音楽の良さがわからなかった。派手な衣装や演出が皆さんにはいいのかもしれないが、どうしても好きにはなれなかった。
目に入ると避けるレベルで苦手です。歌声歌い方コロナ前にライブを強行されたこともあまり好ましく思っていません。楽曲もどこかで聞いたことがあるような曲で、少しアレンジしてあっちとこっちをつなぎ合わせて作っている印象です。9位はアド、みんなの意見はこちら。パンチのある声で歌唱力も高いと感じるが、テクニックに頼っている気がする。顔出ししていないせいか、情感があまり感じられないと思う。歌詞が暗く、叫んで歌っている感じがあるので、もうちょっと明るい曲を歌ったらいいのになと思うからです。楽曲と歌唱方法、声質に関しても、好みではなくうるさく感じる。また、正体を隠してのプロモーションも、自分にとってはさほど価値が感じられないから、歌は現代風で全然良いと思うんだけど、ライブで一切姿を見せないのがなんか嫌だ。歌い手本人より売り出した方の問題なんだけども、正直どこがいいのか分かりません。火を照らったような売り方から人気になったのでしょうか。怒鳴っているような感情に任せた歌い方はミュージシャンならありかと思いますが、私はメロディーの綺麗な曲が好きなので、彼女の音楽は好き嫌いがあるかと思いました。まず歌詞の言葉遣いが乱暴で品がない、今までにないスタイルなので、インパクトに関しては強いけど、上の年齢層には受けないと思う。こんな若くして心に闇を持ってるんだなと、かわいそうに感じてしまうし、ネガティブな発言を歌詞として歌うのは下の世代にも悪影響だと思う。うっせーわが流行ったのですが、歌詞の内容が暗いし、自己否定感が強く、少し尖った感じがあるのであまり好きではないです。強めの言葉が多いので、若い世代に流行っているのは若干心配になるので、マイナーで話題にしてくれたらいいなと思います。8位はキャリーパミュパミュ、みんなの意見はこちら。歌の歌詞のフレーズも同じことの繰り返しで聞きたいとはあまりなりません。またチャラチャラとした感じが年代的に刺さるものがありません。キャリーパミュパミュの楽曲やパフォーマンスが一部の人には過激でうるさいと感じられる場合があります。彼女の独特のスタイルやビジュアルが一部の人には受け入れがたいと感じさせるかもしれません。奇抜で海外受けはいいかもしれないけれど、歌が上手いわけでも可愛いわけでもないので、あまり好きではありません。やはり苦手です。何を言ってるかわからず、何がしたいのかもわからない。とりあえず嫌いなんでしょうね。あとは見た目も苦手です。彼女の曲は何年か前はよくテレビで取り上げられており聞いたことはあるが、歌詞や曲調が少し幼稚であること、彼女の声質高さなどが自分の耳に合わないなどの理由で、自分から望んで彼女の曲を聴こうという気にはならないから、あまり彼女自身の歌唱力を感じず、似たような曲調の曲ばかり出すので、曲に頼っている感じがあまり好きではない。 Perfume も同じような曲ばかり出すが、曲調がかっこいい系なため、個人的に可愛い系の曲調にあまり魅力を感じないため、得意じゃない。声質があまり受け付けない。ポップな曲自体あまり好きではないのも理由。歌以外も彼女の出ているテレビ CM の雰囲気が好みではない。大衆受けするアーティストではないと思う。その割にバラエティ番組に出演した時のトークに独自性がないのも理由の一つ。7位は浜崎あゆみ、みんなの意見はこちら。お顔立ちもスタイルも良く、ファッションメイクはカリスマ性があり好きなのですが、歌はあまり好みではないので選択しました。キーが高いばかりで歌に魅力がないし、聴いていると歌い方の問題なのか息苦しく感じてしまう。歌も上手いとは思わないから、ギャルの先駆者の空気が好きではないので、歌自体は悪くないと思う。反面、服装やテンションや持ち上げられ方が自分と合いませんでした。全盛期の時代は曲を聴かなかったけど人気はあるんだなくらいの認識でいたけど、ここ数年方向性がどこに向かってるのかが謎。今までいろんな噂やゴシップを見聞きしていたのと、何人もの人と付き合っては別れてを繰り返していたのを見ていると、歌もプライベートも好きになれない。曲や詞が好きで昔はよく聴いていて、今もふとした時に聴きたくなり、しみじみとその良さを感じる。しかしここ数年は歌以外のところでの話題が多く、しかも共感できないようなことやちょっと疑問に思うような行動が多すぎる。そのせいで素晴らしい楽曲にも傷がつき、本人に対するイメージも悪くなっている。昔は好きでしたが今は見ていて辛いです。我々のイメージでは au は当時の歌姫でありカリスマ的存在なんですが、今は整形繰り返して顔も以前とは比べ物にならないくらい変わってしまい、歌い方も変化してます。これは加齢により声域が狭くなってきたのでしょうが、少々残念です。一番売れてる時にさっと引退して伝説のまま終われば、私の意見も変わってたと思います。6位は吉岡清恵、生き物がかり、みんなの意見はこちら。曲や歌詞も微妙だし、見た目が普通のように感じる。アーティストというような華やかさみたいなのもないし、インパクトある見た目ではないので、もう少しボーカルが可愛かったり楽器の男の人がイケメンだったら良いと思う。
どの曲も無難な旋律と歌詞で歌いやすそうだけど、だんだんつまらなくなってくる。メロディーもさることながら、歌詞がいい人ぶりすぎていて、私には受け付けなかった。メッセージ性も強めだし、たまに意味の通じない歌詞もあるので、聴いててイライラする。上から目線というか、私の歌気持ちいいでしょ的な雰囲気を感じます。特に目つきが良くないですね。性格の悪さが顔に出ていて、映像では見る気がしません。歌だけ聴ければいいという感じです。すべての曲が生き物がかり色に染まっている感じがする。簡潔に言うと、あまり変わり映えがしない。多分曲の作り方が固定されてしまっているのかなと。推測、バリエーションをあまり感じられず、新曲なのに新規性を感じないため、ラジオや店で流れる曲を聴いた時に、ボーカルさんの声に特徴があり、うまいし、良い曲だなぁと思っていたのですが、紅白や M ステなどのテレビ番組で歌っているのを見て、自分がと前に出ようとしている印象があり、苦手です。5位はジュジュ。みんなの意見はこちら。嫌いというよりは、聴いていても歌詞とかが全然入ってきません。顔と帽子が気になりすぎるんだと思います。化粧が厚いせいもあると思いますが、素顔が全くと言ってわからないレベルのメイクなので、毎回怖いなと感じます。帽子などのアイテムで極力顔を隠しているイメージなので、自信がないのかなという印象。私が男性であるかもしれませんが、あまり歌詞に共感が持てないという点があります。女性の心情に刺さるかもしれませんが、それもあって、あまり歌も聴かなくなりました。あとは見た目がタイプではないのもあると思います。うまく言えないけど、歌い方に変な癖があって、それがいちいち引っかかって聞きづらい。あれを個性だとか言われたらたまらない。デビューして、今年で20年、そろそろ自分の曲を歌ったら、聴きたくないけど、紅白出場が1回だけじゃなく、2回目もあったのも不思議だし、辞退せず、カバー曲で出てるのもなんだかな。今までもカバー曲で出た人はいたんだろうけど、この人はな。4位は倖田來未。みんなの意見はこちら。品がないから、高齢出産の子宮の羊水は腐っている。というような発言があり、あまり頭が良さそうではないと感じたから、派手なビジュアルが目立ってしまい、歌の内容がよくわからないですね。なんで勝負したいのか不明なので、好きになれないですね。歌よりも、奇抜な衣装や発言で注目されていたイメージがある。アーティストというより、タレントさんのイメージがある。全体的に好きではないアーティストの一人です。歌もさほど上手くもないくせに、なんで人気があるのかわからない。特に30超えたら、女の人は、子宮が腐る発言なんて、どういう神経してるのかわからない。とにかく嫌い最悪。歌はそこそこ上手いとは思うが、鼻にかかったような、少し癖のある声が残念なのと、ビジュアルの方に重きを置いている感じがして、衣装や踊りがケバケバしくて、好みではないため、すみませんが、興味がないというか曲を聴くことはありません。立ち振る舞いや衣装など好みではないからです。個性が強すぎて好きではありません。キューティーハニー以外の曲の印象もありません。露出が強い、強気な関西のお姉ちゃんという印象が強すぎるのかもしれません。曲も見た目も本当に好きではない。生理的に受け付けない。下品な感じがして、テレビに出ていたら変えたいくらい苦手。歌が嫌とかではなく、人として苦手な人種だなと感じるので、わざわざ彼女の出ている番組は見ないし、歌も進んで聴こうとは思わない。3位は青山テルマ。みんなの意見はこちら。それぞれの曲が似ていて、あまり変化や新しさを感じることがないから、世界観も薄っぺらい。人生そんな大した経験をしていないんだと思う。少しうるさいと感じてしまう曲があるから、少し怖いと感じてしまうから、リラックスできないから、結構な頻度で満天青空レストランに出るのが嫌。この人が出るときは見ないようにしてる。それなのに、最近はスマホの CM にまで出てくるから、きつい。木下ゆきなのことをこび、売ってまで芸能界にしがみつこうとしない。だから言いたいことを言う。そんなゆきなが好きと言って褒めてた。なのに、本当に木下が干されたとか、一切かばうこともせずスルー。人として最低だと思った。歌もよくわからないのもあるけど、フワちゃんと CM に出るようになってから、一切好きになれません。イメージがすでに最悪。青山テルマのそばにいるねって曲、久しぶりに聞いてみたら、歌詞がかなりストーカー染みてて、メンヘラ語りで気持ち悪いと感じた。当時は、そんなことは思わずずっと聞いていたけど、今はもう無理。以前某テレビ番組で、嫌いな人は怠慢する、殴り合いする、って言ってて、歌詞としてというか、人として好きになれないと感じた。2位は愛。みんなの意見はこちら。好きか嫌いかというより、歌詞が分かりづらく、あまり入ってこないことから、一番興味がなかったため、歌の内容は素晴らしいと思いますし、好きじゃないまではいかないんですが、率先して聞くことが少ないアーティストです。性格が良くない話は、有名な話です。それもあり、スキャンダラスなので、とても残念です。コンディションより歌声が多少変わるのも気になります。割とマジで疑問なんだが、なんで朝ドラとか au の CM とかに起用されるんだ。そんなに人気があるとは思えないんだけど。
マジでどの層にそんな人気あるのかわからないです。やたらご利用しで CM の曲に使ってくるし、事務所が強いのだろうか。BPS も似合ってなくて無理。以前 YouTube の広告でよく歌が流れてたんですが、どうしても性質が好きになれないです。流れてくる頻度も多いし、どんどん嫌いになっていく。ド歌謡曲を R&B 風に見せかけて歌わないでほしい。 R&B の要素何にもないくせにと思ってしまう。しゃべくり7に出演していた時、後半愛の子供が出てきたらガチャガチャと騒がしく保育参観みたいになっていた。自己中なのかなと思い、それから嫌いになった。1位は和田アキ子。みんなの意見はこちら。昔から単に声と歌唱方法が耳障りであり、キャラクター的にも昔の栄光を引きずりすぎているように思えて、少々滑稽に思えるから、歌手としては見ていないが、とにかく嫌い。むしろ最近ろくに歌わず文句しか言ってないくせに歌手と名乗っているのも嫌い。テレビを見ていたところ、メンタルが強いというところをメンテナンスが強いと言い間違えて、誰も指摘訂正できなかったり、アッコにお任せは異様な雰囲気、一平さんを一郎さんと言い間違えたりと、ひどい言う。歌手としては下手くそだし、タレントとしては最低なので、何も好きになる要素がない。早く引退してほしい。老害の一人、未だに昭和の価値観を引きずってるこの人は、もうこの芸能界にはいりません。原因不明の体調不良なら、さっさと引退して原因突き止めたらと思う。パワハラあり時代作のありで、今の時代に合わない人。以前ヒロミと的外れな会話を繰り広げていて、この二人マジで最悪だなと思った。主壁も悪いし、汚らしい出川を射程のように扱って調子に乗っているのが嫌です。歌は知りません。聞きたいとも思いません。他の方は歌がどう声がどうという好みの話で好き嫌いを話せますが、この人だけは違います。ただただ嫌いです。見たくもない人です。以上のような結果となりました。次回の集計結果に反映しようと思いますので、皆さんのご意見もぜひぜひコメントでお待ちしています。こういうアンケートもしてほしいという希望があればぜひお寄せください。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。